リンリンハローパタレールリンリンパラレルのリントです。はい、まず皆様にお願いです。よろしければこちらのチャンネル登録、そして高評価、そして各種 SNS ですね、 Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらフォローお願いいたします。はい、では本題に入っていきましょう。はい、本日はね、こちらシェフィーさんにハーネスをつけてあげました。まあね、ハネス自体はね、人によってはエゴだと言われる可能性はあるんですけれども、このハネス自体はね、ちょっともらったものなんですけれども、もともとは太顎ヒゲトカゲとか、向きの、ハネスですね。で、まあ、今つけている理由なんですけれども、より人間に慣れていただきたいっていうのが目的です。で、まあ、どういう意図があってっていうのをお話しすると、ケージにいるときって、トカゲちゃん側から、まあ、サバンナモニター側からですね、私たち人間の方にアプローチってできないじゃないですか、基本的に。ケージの中にいるので。で、なので、トカゲちゃん側から人間にアプローチをできるように、ケージの外に出して、人間がね、怖いものじゃないんだよっていうのをより一層分かっていただくために、ハーネスで部屋散歩っていうのをしていこうと思っての意図がございます。で、私が日中家にいる時とかにハーネスをつけて、で、これにリードがね、つけられるので、リードがここにあるんですけれども、これリードね。はい。ちょっと落ちちゃったけど。こんな感じでね、ここでリードつけておいて、まあ、ここの、リードの周りだけで、散歩ができるよっていう状態にはしてるんですけれども、まあ、それをすることによって、爬虫類側から人間にね、アプローチをすることにより、人間をより一層ね、怖くないんだよと思っていただけるように、今、トレーニングじゃないですけれどもね、慣れていただこうとしております。で、プラス、まだ、言ってもそんなに大きくないので、全長40センチちょっとぐらいかな。なので、細かい隙間に入れちゃうんですよね、部屋の。それこそ私この辺パソコンとかが置いてるので、パソコンの奥の隙間とか入っちゃったりとか、あとは、まあ、ここに電子ドラム置いてたりするんですけど、電子ドラムの下の隙間とかも入れちゃうんですよね。で、入る分には全然いいんですけれども、どこ行ったんだろうっていうのが一瞬わかんなくなっちゃうと、部屋散歩してるとき、ちょっと不安にはなるので、このリードで繋いでいる、場所だけに、限定するようにって形ですね。すると、まあ、この紐を伝っていけばね、どこにいるのか絶対わかるので、まあ、脱走防止にもなりますよね。まあ、部屋からというか、家から外に出ることは、この家はないんですけど、どっか隙間が空いてたりとか、排水口の穴があったりっていうのはないので、それはないんですけれども、万が一ね、見当たらなくなってしまうと、それはそれで大変なので、まあ、リードをつける形を私は取りました。で、それをやりたいなーなんていう話をしてたら、ご友人の方がね、このハーネスをくれました。でね、爬虫類向けのハーネス、結構こうネットで売ってたりするんですけれども、これもネットに売ってたやつらしいんですけれども、大体こうドラゴンの羽みたいなのとか、あと悪魔の羽みたいなのが多いんですよね。なんで羽多いんだろうなーって、すごい最初は疑問だったんですよ、つける前は。ただつけてみたらですね、わかりました。羽をつけてあげることによって、なんかトカゲちゃんというよりはドラゴンっていう感じになるんですよね。でね、かわいいの。で、このご友人がくれたやつがね、このピンクなのがより一層可愛さを際立たせているような気が私はしております。いや、本当に可愛いし、この子おとなしいからね、すくすく育ってくれて嬉しい限りです。私最初を迎えね、した時にちょっと不安だったことがあって、まあ、この子実は何回もねちょっと他の動画で触れてはいるんですけど、うちに来る前から指の欠損が目立つ子だったんですよ、こういうところ。はい、これも生まれた時というか、うちに来た時にはね欠損が目立つ子で、
ここもね、ほら薬指がちょっと欠損してたりだとか、こっちもよいしょ、ちょっと失礼するよ、ちょっとだけごめんね。ほら中指とかがね、欠損が目立つ子だったんですよ。で、そういうところからばい菌とかね、殺菌が入ったりとかで弱ったりしないかなとかっていうのをね、よく思ってたんですよね。ちょっと不安があったんですけれども、もう立派にすくすく育ってくれてて、指の欠損とかそういうのはもう何のそのっていう生命力をしてますね。で、この欠損理由はちょっとごめんなさい、私もわからないです。もう迎えた時には指のなんていうんですかね、先端がこうくねんって曲がってたりだとかっていうのがあって、迎えるタイミングでもお話はされた、聞いてたんですけど、ちょっと指のそういう欠損とか怪我が目立つっていう話なんで、そのまま指がポロって取れる可能性があるのでご了承くださいっていう話もね、ちょっとされてはいたんですけれども、それでも何のそのって感じですね。もうある意味これはこれでこの子の個性かなって私は思っております。なんかおい後付けだろうって思う方もしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけれども、よろしければ過去に上がってる動画見ていただけると、そちらでも触れているので、ちょっと過去の動画見てみてください。まあ、たくさん動画上がってるんで、ちょっと遡るのあれかもしれないんですけれども、そちらの動画で見ていただいても、指の欠損っていうのは、まあ、まだその時に指取れてはいなかったかな。どちらかというと指のところにこう、なんだろうな、くぼみみたいのがこう指のこうあるところの真ん中ら辺にこう、なんて言ったらいいんだろう、切れ目じゃないけどもへこみがあって、でへこみの先端が少しこうぐねんってこういう感じでね、こういう感じでね、なってるのが動画で見て撮れると思うので、よかったら動画で見ていただくと分かりやすいと思います。ただその指の欠損ね、結局やっぱりね、そのくぼんでるところからポロッと取れてしまって欠損してるんですけれども、それでも何のそのっていう感じの元気なので、この子本当に生命力が強いですね。し、このおとなしさでございます。たまに威嚇はありますよ。あとテールアタックも本当ごくたまにありますが、今はほとんどテールアタック急に上から触ろうとした時ぐらいかな。あとはちょっと嫌なことがあった時にシューっていうぐらいですかね。うん。本当爬虫類のこう生命力とか、爬虫類というか動物全般だね。動物たちの生命力の強さっていうのはすごいこう感心しますね。うん、すごいなと思います。私たちが心配していてね、それ心配している以上にこの子たちは強いんだなっていうのをいつもこう考えさせられますね。それこそ私の家にいるうららちゃん、下半身がちょっと悪くなっちゃった子なんですけれども、それでもうららちゃんはね、下半身良くなって家にちゃんと戻ってきて、まあちょっとね、人間不信というかね、病院で検査をいろいろされたから自己ちゃんにはなっちゃってますけど、それでも下半身ちゃんと動くようになりましたからね。うん、エンセファリトソンが良くなるっていうのを目の前で見た時に、やっぱ生命力の強さをね、そのうららちゃんでも感じましたね。はい、まあね、そんな感じでございます。ほんとハネスいいですね、すごい可愛くて、まあ今散歩してる状態は映せてないんであれなんですけれども、また近いうち散歩させている動画を撮ろうかなと思います。今日日中散歩はさせてたんですけれども、その散歩してる時には動画を撮ってなかったので、今度は散歩させてる時動画撮ろうかなと思います。まずはね、ちょっとご報告がてら、ハネスつけてみましたよっていう感じで動画でございました。うん、かわいいね。そしてもうほぼ寝てるというか、寝てるね。起きてね、起きて、起きてよ、起きてよね、起きてよ、起きてよ寝てるね。起こさないでおこうか。目も開けないじゃんね、起きないの。
ほぼ置物みたいなんだけど、君。ね、置物だよ、それ。ほら。起きた。ちょこっとだけ。なんかかわいそうだからやめとこっか。うん、ここで寝とき。うん、おやすみ。あ、寝た。目閉じた。おやすみ。はい、っていう感じの、あの、シェフィーにリードをつけてあげましたよというご報告の動画でございました。あの、特に中身はないです。うちの子かわいいっていうそんな感じの動画でございました。はい、もしよろしければこちらのチャンネル登録、そしてこの動画の高評価よろしくお願いいたします。また各種 SNS やっておりますので、 Twitter、Instagram、TikTok よかったらフォローお願いいたします。また過去にたくさん動画上がっておりますので、よかったらそちらの動画を見ていただけますと幸いです。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ということで、以上ピントでした。そしてシェフィーでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上リントでした。バイバーイ。